番目そらしたやつにします。一番目そらしたやつ、ホッシュ。マジか。はい、ホッシュ、そこ行って。僕が一番思い出に残ってる試合は、新メンバーを募集します。トライアウトは6月30日、まだ詳しい球場場所は決まってないんですが、6月30日野球の技術面はもちろん、やはりベイちゃんで活躍したいという熱い思いが一番、採用基準になってくると思いますので、ぜひ応募してください。またベイちゃんはスタッフとマネージャーも募集しています。詳しいことは概要欄の見て URL から応募してください。ぜひたくさんの応募お待ちしております。お疲れ様です。お疲れ様です。日本一、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。いや、本当に選手みんなが頑張ってくれたんで、無事総務1年で、日本一取ることができました。なんで、チームは存続ですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で、これ今年の目標とか今後どうしていくんですか。じゃあ、早速また今年の話になるんだけど、はい、監督は引き続き決意お願いします。おお、いいんですか。ぜひお願いします。あります。ちょっとまあその理由なんだけど、まあ、まず、まあ、去年1月、まあ、米ちゃんは引き継いでもらって、でそこからプロ草野球チームの監督として総合1年目でチームを優勝に導いたという実績、まあ、これはもちろんのことなんだけども、撮影のディレクションとか、まあ、現場を仕切ったりとか、まあ、動画に見えない部分での働きもこちらは評価しているので、そこももちろん理由としてあるんだけども、あとはもう試合動画の解説、これも好評で、その点も踏まえてまた今年も鉄人監督をお願いしたいと思ったのがその理由です。ありがとうございます。そうですね、なんかその動画では見えない部分っていうのを評価してくれてるっていうのはすごい嬉しくて、まあ、今年はもっとね、動画で視聴者のためになんかいいコンテンツになるような、動画作りをできたらなとは思ってます。はい、で今年僕はその監督していく中でなんか目標とかって、去年は日本一取らなかった解散だったと思うんですけど、じゃあ今年の目標なんだけど、はい、今年も引き続き日本一、これを目指して戦ってほしい。日本一取れなかったらどうなるんですか。取れなければ即解散。いや、なんかちょっとあれですね、選手がめちゃくちゃかわいそうだなと思ってて、去年1年間ずっと選手も不安の中、見えないプレッシャーと戦っていたので、ちょっと今年も続けてやるっていうのは監督である僕の立場からしたら選手がかわいそうなので、ちょっとその目標変えてほしいなって、ちょっと思ってる部分があるんですよ。本当申し訳ないんですけど、例えばですけど、プロデューサーの中でこのチャンネルは今後どうしていきたいみたいな考えなんかありますか。まあ、もちろんこのチャンネルをこう人気チャンネルにしたいという思いがあって、まあ数字的な目標でいうと、まずは年内チャンネル登録者10万人、おお、これは達成したいなと思って。まあ、ペース的にはギリ届かないぐらいですよね。じゃあですけど、僕からの提案1個いいですか。年内までにチャンネル登録10万人いかなかったら僕が責任持ってやめます。これを今年の目標でやってもらえませんか。そしたら選手たちもよりこう伸び伸び野球ができるというか、1個肩の荷が下りた状態で野球ができると思う。より一層いいプレーが増えるんじゃないかなって、思ってます。で、去年は選手が頑張ってくれた分、今年は僕がそういったところでチャンネルを盛り上げるために、自分にプレッシャーかけて1年間頑張れたらなっていうふうに思うんで、それではダメですか。もちろんそこを目標にやってもらうのはありがたいんだけど、はい、決意はそれでいい。あ、もちろんです。それはもう去年日本一取ってくれたんで、選手が、僕も何か大きいこと成し遂げないといけないなと思ってるので、僕はこれで納得です。はい、ただ、はい、今年の目標はチャンネル登録者10万人、
これ目標にしたと思います。はい、まあ、ただし選手たちにももちろんちょっと緊張感を持って日々臨んでほしいなという思いもあるので、はい、来年の3月までにもし日本一これを取れなかったら戦力外を9名出してほしい。おー、戦力外9名9名、そのなんか理由か何かあるんですか。まあ、先ほども言ったように緊張感を持ってほしいというのはもちろんあるんだけど、まあ、あのスタメンの選手たちにも日々あの安泰じゃない、自分たちも日々組の可能、まあ、戦力外の可能性があるんだという、まあ、そういう緊張感を持って試合に臨んでもらいたいので、別に今回は9名としてほしい。まあ、わかりました。チーム解散ではないですよね。そうですね、プロデューサーの思いっていうのも、理解はできますので、選手にも緊張感を持って野球やってもらいながら、僕がチャンネルを伸ばすということを考えていくので、じゃあ今年1年間日本一取らなかったら、9名戦力外で、チャンネル登録年内に10万人いかなかったら、僕が、辞めるということで、この目標で1年間じゃあ頑張ります。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあ今年の目標は決まったんだけど、はい、まあ、今年は新たにちょっとルールとしてちょっと2つやってほしいことがあって、はいはい、1つは試合に来たメンバーは全員出してほしい。おお、難しいこと言いますね。はい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 、わかりました。はい、で2つ目は、はい、鉄兄にも試合に出てほしい。僕ですか。あ、去年との違いは確かにありますね。その中で日本一も取っていかないといけないってことですよね。あ、考えますね。なるほどなるほど、はい、まあ僕も出るってことなんで、僕もちょっとチームに迷惑かけないように頑張らないといけないなと、思います。はい、これもし例えばですけど、なんかチーム全員使えないかった時ってどうするんですか。まあ、その試合、まあ、全員が出なかった時、まあ、プラス、まあ、鉄には出なかったとき、はい、まあ、その、それが生じたとき、まあ、1試合につきイエローカード1枚。なんすかそれ。イエローカード1枚出したい。なんすか、何枚貯まったら何かあるんですか。そのイエローカードが、はい、もし3枚貯まったら、3枚、はい、3枚貯まった時点で鉄に監督解任。なるほど。ってことは、ごめんなさい、僕性格的にポジティブなんで、2回はイエローカードもらえる猶予があるってことですよね。2回までは OK。 だから2試合は全員使わなくていいことがあるってことですよね。はあ、なるほどなるほどなるほど、面白いですね。ゲーム性考えますね。なるべくイエローカード使わなくてもいいような采配はしたいなとは思ってます。今年がそれが今年のルールだと思ってるんで、このチャンネルの。わかりました。はい、それと、はい、戦力外なんだけど、今年の9月末と12月末に出したんですよ。おー、2回ですね今年。はいはいはい、それ例えば何人戦力外出さないといけないとか何かあるんですか。うん、それはまあ、前回とあと6月末にトライアウトを行うんだけど、はい、まあ、その合格者の人、まあ、合格者の人数次第。あ、まあ、ちょっとまだ具体的な人数がいない。はいはいはい、なるほどですね。でまだ人数は確定しないけど、そのトライアウトのどんだけ入るかによって戦力外の人数は変わるっていうことですね。うん、なるほど、了解しました。はい、今年はまた新たなルールとともにまあスタートするんだけども、また新たなレイちゃんを見せてもらえたらなと思ってます。はい、じゃあすいません、今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ただいま楽天スーパーセール開催中。もちろんベースボールタウンも半額商品もたくさん取り揃えております。3000以上お買い上げの方限定で500円クーポンをお配りしております。めちゃくちゃ安いからね、これ。安いですね。しかもこの、クーポンはこの動画限定となります。ぜひ皆さん、概要欄の URL からぜひお買い求めください。こちらクーポンの数も限りがありますので、ぜひ皆さんお早めにお買い求めください。いやー、終わりましたけど、はい、チャンネル登録してくださいってことですね。ちょっと僕もね、日本一取らなかったら解散っていうのは本当に選手がかわいそうだったんで、僕自身、いやそれはなんとか止めないとなと思って止めたんですけど、まあ、僕もちょっと言っちゃったんで、言っちゃった以上は、年内にチャンネル登録10万人本気で目指します。でさっきね、ざっと計算したんですよ。ざっと計算したら
12月までに毎月3000人以上チャンネル登録増えないと10万人いかないんですよ。で今のペースで言うと2000人ぐらいなんですよ、毎月増えてるのが今の感じだと。これ言っていいのか分かんないけど、でも今のペースじゃとりあえず間に合わないよってことなんですよ。なんで、僕らも頑張らないといけないし、ぜひ視聴者の皆さんもこのチャンネルが続いてほしいとか、鉄人監督続けてほしいっていう方いるかな、わかんないですけど、いたらぜひ周りの人たちに、ね、チャンネル登録するようにぜひ皆さんで協力してほしいなと思います。もう今日から、12月31日までチャンネル登録10万人いかないとっていう戦いが始まるんで、自分で言ったことなんで自分でしっかりね目標達成できたらなと思ってますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録してほしいなと思いますし、今年のベイちゃん、去年とは違ったベイちゃんを見せれると思います。ぜひね、また違った楽しみ方、違った選手の見方とか見え方してくると思うんで、ぜひまたこのチャンネルを1年間楽しんでこられたらなと思います。ぜひまた今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。おはようございます。日本一を取ってからの新チーム、新しいスタート、今年1年が始まります。チームとしての決まりというか、そういったものが新しく決まりました。チームから離れることになった人もいます。